バンドネオンを含む合奏初期のバンドネオン、1905年頃、アルフレッド・アーノルド・バンドネオン、1949年頃、バンドネオンは、コンサーティーナ族のジャバラ楽器である。ジャバラ楽器の中では、中型のサイズの楽器である。アコーディオンが、ジャバラの押し引きを左手で行うのに対して、バンドネオンは左右の両手の力で、ジャバラの押し引きを行うため、 楽器のサイズの割に大音量を出すことが可能で、鋭い明快なスタッカートなど音のメリハリもつけやすい。日本では単語の伴奏楽器というイメージが強いが、海外では単語以外のジャンルの音楽の演奏でも使われ、また独奏楽器としても高い演奏能力を持つ楽器である。ジャバラ楽器の一種であるが、いわゆるアコーディオンとは違う楽器であり、バンドネオン奏者に、 アコーディオン奏者の3と声をかけることはタブーとされる。アコーディオンは左右非奏章で、左右の筐体は形も機能も異なり、右手側の筐体をバンドで演奏者の体に固定することが多い。これに対してバンドネオンは左右奏章であり、左右の筐体は音域が違うものの形や機能は同じで、筐体をバンドで体に固定することはない。詳しくは、 蛇腹楽器のバンドの説明を参照。以下に、蛇腹楽器の分類におけるバンドネオンの位置を示す。バンドネオンはボタン式の鍵盤楽器である。蛇腹の左右に母体鍵盤を備えた筐体、筐体。機械を内蔵した箱が付いており、蛇腹を押し引きすることで空気の流れを作り、母体鍵盤と連動したフリーリードを鳴らして音を出す。 外部構造、ケムニッツァ・コンサーティーナと非常に似ている。以下、アルゼンチン単語で最も普通に使われている、ライニッシュ式配列のバンドネオンの写真を示す。内部構造調律などのメンテナンスは、専門の技術が必要である。バンドネオンの演奏家や愛好者は、世界各地に存在する。本校では、発明国であるドイツと、単語と結びついた、アルゼンチン、そして、 日本の状況を述べる。ドイツバンドネオンは、ドイツのコンサーティーナを土台として1847年に開発された楽器である。1829年、ウィーンの楽器制作家、シリル・デミアンはアコーディオンを発明した。ドイツのケムニッツ氏の楽器制作家、カール・フリードリヒ・ウーリヒは、ウィーンに旅した時に、デミアンのアコーディオンを購入し、それをヒントに、 バンドネオンの原型も含む様々なタイプのドイツ式コンサーティーナを開発した。その後、同じドイツの楽器制作家、ハインリヒバンドは、ケムニッツ市へ旅した際にウーリッヒのコンサーティーナを購入し、低音域を拡張するなど、ボタン配列に変更を加えて、1847年にバンドネオンを考案した。ただし、バンド自身は当初、自分の楽器をアコーディオンと呼び、 バンドネオンとは呼ばなかった。後にバンドの名前とアコーディオンのイオンを組み合わせてバンドネオンという楽器名が生まれた。バンドネオンの綴りが現在のバンドネオンに変更された正確な時期や経緯は不明である。今日のドイツでも一般的にはバンドネオンと呼ばれるがドイツの喫水のバンドネオン愛好家や業界関係者には未だにバンドネオンではなく、 バンドネオンだと主張する人が多い。バンドネオンの発明者はハインリヒバンドであるが、バンドネオンの基本原理を開発した思想はウリヒヒであると言える。また、現代の演奏者が弾いている大型の現代的なバンドネオンを確立したのはハインリヒの息子アルフレッドバンドである。バンドネオンは野外での教会の儀式でパイプオルガンの代用として使われたり、 クラシック音楽や民族音楽の演奏で使用された。ドイツはバンドーネンの故郷であるが、他のジャバラ楽器との競合など様々な理由で、20世紀半ば以降は演奏人口が激減し、今日に至っている。アルゼンチン1929年の写真。バンドネオン、バイオリン、ギター。現代のバンド編成では、ギターの代わりに、 ピアノやコントラバスが加わることが多い。今日、バンドネオンといえば、アルゼンチン単語の伴奏楽器というイメージが強いが、この楽器がドイツからアルゼンチンへ移入された経緯や時期については、諸説ふんふんとして明確ではない。最大公約数的な説明としては、1890年頃にアルゼンチンに持ち込まれ、1900年頃から単語の楽器として使われ始め、 1910年、ゴには単語に欠かせない楽器になっていた、ということである。アルゼンチンの単語楽団は、最初は、ギターフルートバイオリンという編成であり、バンドネオンの応用が、徐々に広まったものの、しばらくバンドネオンなしが主流だった。20世紀になり、ドイツから大量のバンドネオンが輸出され、単語でよく用いられる楽器となった。 バンドネオンの使用で単語の音楽の性質は大きく変化した。フルート時代の単語は人々がひたすら歌い踊り生活の嘘を忘れようとするものだったが、バンドネオンの単語は人生や恋の苦しみを吐露して悲しみを募らせたり慰めを求めるものになった。バンドネオンの切ない音色は心の痛みを表現するのにうってつけであった。 バンドネオンは長い間単語の伴奏楽器であったが、バンドネオン奏者で作曲家でもあったアストル・ピアソラは、ダンスから独立した純粋器楽としてのバンドネオンの可能性を追求した。当初、ピアソラのバンドネオンは不評であったが、1985年にギドン・クレーメルがピアソラをオマージュした CD を発表したことで評価は一変し、バンドネオンは単語ファンのみならず、 世界中のクラシックファンの間でも見直されるようになった。日本日本にバンドネオンが初めてトライした時期は不明である。バンドオフリョ収容所のドイツ兵捕虜の楽隊の写真には中型のバンドネオンが写っている。単語の伴奏楽器としてクロマティック式とダイアトニック式の両方が伝わった。日本人のプロ奏者の活躍は昭和期からで、 オルケスタティピカ東京のバンドリーダー早川マッピラ、16歳でバンドネオンをはじめ、晩年まで演奏活動を続けたサガーポー、単語の本場アルゼンチンで認められ現地の単語楽団代表にまでなった米山義則などが有名。その後のプロ奏者については、日本の主なバンドネオン奏者を参照。戦前の日本の単語演奏者にとって、 中国の上海や大連などが後継機の稼ぎ場だった。当時、ドイツの英英社は、フランス向けにクロマティック式バンドネオンを作ったが、思いのほか売れなかった。楽器商はそれを上海、天津、皇天、香港などで売りさばいた。このため日本の古い世代のバンドネオン奏者は、戦前から戦後にかけて、少数の例外を除きクロマティック派であった。 ただしクロマティック式の音色は楽器の構造上アルゼンチン単語のバンドネオンの音色とどうしても違う。そのため日本人のクロマティック式バンドネオン奏者でディアトニック式バンドネオンへの転向という回り道を余儀なくされる者も,もいた。比較的早くから国産品が普及したアコーディオンと違いバンドネオンの国産品はない。日本でも単語以外の音楽で バンドネオンが使われる場面は増えつつあるが、今も単語の伴奏楽器というイメージが強い。また、奏法の難しさもあり、日本での演奏者人口は、ピアノやギターなどと比べると今も少なく、絶滅器具楽器と揶揄されることもある。とはいえ、バンドネオンの音色は根強い人気があり、バンドネオンのプロ奏者や学習者は、今も一定数存在している。サンバや、 ミロンガなどのフォルクローレで使われることもあり、アルゼンチンのゴートチワルツタル、バルスタンゴのバンドネオン入りのレコード録音も、フランシスコ・カナロ作曲の黄金の心などで聴ける。また、バンドネオン独奏にこだわる演奏家もいる。映画、サンチャゴに、雨が降るでのアストルピア・ソラのバンドネオン独奏の録音は有名である。日本のジョ歌を演奏したレコードや、 アニメソングを収録した CD もあり、竹光通る作曲の作品にバンドネオンが使われるものがある。また、バッハなどのクラシック音楽の曲を演奏する演奏家もいる。ジャバラ楽器の常としてバンドネオンもモデルによってボタン配列の方式が全く異なるため楽器の購入や習得にあたっては注意を要する。主な方式は以下の通りである。上気以外にも プロ奏者が楽器職人に特注して一部のボタン鍵の音符を変えたり、ボタン鍵を増やしたバンドネオンもある。ピアノ式鍵盤と同様のボタン鍵配列を採用した機種や、もはやバンドネオンとは言えない、変わった設計の機種も存在し、稀に中古品市場で出回ることもある。ジャバラ楽器の常として、 バンドネオンも様々な鍵盤配列方式が考案されて乱立し、それぞれの方式は特定の音楽ジャンルと結びつくなどして未だ統一されていない。最も規則的で合理的な VQ 平伝式鍵盤配列は全く普及せず、逆に規則はずれが多く、非合理的なライニッシュ式配列がアルゼンチンを中心に広く世界に普及している。バンドネオンを含む ジャバラ楽器の演奏技術は、鍵盤配列の不規則性を逆手にとって活かしたものも少なくない。また、現行の鍵盤配列は、演奏者が現地の個性的な音楽を演奏しやすいよう、規則外れのボタン鍵を追加するなど、試行錯誤の歴史の積み重ねの末に確立したものである。鍵盤配列の各方式の優劣や適比は、貴重な合理性のみで判断できるものではない。 アインハイツ式は72ボタン144音が基本で発明国ドイツ及びヨーロッパ諸国ではこれが標準仕様であるラインニッシュ式配列。各ボタンごとに上半分には蛇腹を引っ張った時に出る音の高さ、下半分には蛇腹を押した時に出る音の高さが書いてある。日本語ではライン式ともいうボタン音が基本で 単語の本場アルゼンチンではこの方式のボタン配列が標準仕様である。20世紀前半、アルゼンチンのバンドネオン奏者たちはドイツのメーカーに新品を発注する際、単語を弾きやすいようボタン鍵の増設を特注した。単語形成の発展途上の試行錯誤の積み重ねから生まれたのがライニッシュ式配列である。ライニッシュ式配列の中央のボタン配列は、 ドイツ本国のアインハイツ式とよく似ている。隣同士の特定のボタンを同時に押すと、ダイアトニックコンサーティーナあるいはアコーディオンの左手と同じように和音が鳴るようになっている。しかし、周辺部の音階配置はアルゼンチンの奏者からのオーダーに応じて、その都度増設を繰り返したという歴史的な経緯もあり、ほぼ不規則である。アルゼンチン単語の象徴的な楽器である。 来日種式バンドネオンは習得が非常に難しいことから悪魔が発明した楽器とも呼ばれる。ただし小松良太は演奏の考説はともかくバンドネオンのボタン配列を記憶すること自体は特別な才能を要することではないと反論した上で自分は悪魔の楽器云々は自分の商売道具にもったいをつけているようでどうも僕には人前で口にする勇気がないと述べている。 単語の独特の音楽性は複雑な構造を持つバンドネオンの運賃、吸気リズムを自然に生かした演奏技術との相互発展の産物であり、単純に合理性で解釈できるものではない。小松良太によれば、来日誌式バンドネオンであることはアルゼンチン単語のバンドネオンであることの必要条件ではあっても十分条件ではない。ボタン数は右手38個。 左手33個程度のライニッシュ式、ボタンの音階配列が不規則で、押し引き音式、通称 AA 社、または通称エラ社の製品、およそ1920年代から第二次世界大戦前までにの、メーカーがアルゼンチンへの輸出用に製造した、仕様である、という4つの条件のうちの1つでも逸脱した、楽器は、アルゼンチン単語でのバンドネオンと違う音色であると、述べる。 バンドネオンのボタン配列をヨーロッパで普及しているクロマティックボタンアコーディオンの新システムに合わせて並べ替えた方式で73ボタン146音が基本。1925年にフランスのアコーディオン奏者チャールズ・ペグリが考案した配列は規則的なので習得は比較的容易である。日本の単語楽団も含め アルゼンチン以外の単語楽団で広く使用されてきた。ただし、日本でも1950年代ぐらいからアルゼンチン本国と同様のライニッシュ式バンドネオンの使用が広まり、今日に至っている。ビッキー・ヘイデン式鍵盤配列の概念図をピアノの発見と国権に順じて便宜的に色分けした図。それぞれのボタン鍵同士の音程は、右横は超二度。 右上は完全5度、左上は完全4度、真上は完全8度と完全に規則的である。ビッキ式配列はカスパービッキがバンドネオンのために考案した鍵盤配列で1896年にスイスで特許を取得した。これとは別個にコンサーティーナ奏者のブライアン・ヘイデンも同様のコンセプトの鍵盤配列を考案し、 1986年に特許を取得したので、今日では両者を合わせて、ビッキヘデ電式鍵盤配列と呼ばれる。鍵盤の並べ方は、規則的で覚えやすく、運指も合理的であったが、バンドネオンの鍵盤配列としては普及しなかった。ヘデ電式、デュエットコンサーティーナや、新開発の一部の電子楽器の鍵盤配列に採用されているだけである。 蛇腹を弾いた時の方が音が響く。蛇腹によく共鳴するためだと言われる。したがってバンドネオン奏者は蛇腹を弾く音を多用し、蛇腹を弾いて演奏しては空気抜きレバーを押しながら蛇腹を戻すということを繰り返すことが多い。特に単語の鋭いスタッカートは膝を使いながら蛇腹を瞬時に弾くことによって出される。標準的なバンドネオンの演奏としては、 座ってバンドネオンを膝に置いて弾くのがごく一般的であるが、アストルピアソラは立ち膝で演奏することもあった。伝統的な演奏法は両足を閉じて弾くスタイルであり、1920年代の細身の音色はこの奏法でしか出すことができない。現代の奏法は楽器を片足のみに乗せて弾くため分厚く大きな音量が出るので、 グランドピアノの蓋を全開にした音量とも互角で張り合える。初期のオルケスタティピカは、コントラバスとバイオリンが全て立層の高列、バンドネオン5人がぎっしり隙間なく、詰められて横に座り、ピアノがダンススポット袖近くの左というのが一般的であった。上下関係も厳しく、バンドネオン第一が一番偉く、マスターに近い。バンドネオンの製造は、今も昔も、 職人が経営する工房で、家内製紙工業的に行われることが多い。オートメーション化が難しい職人の手仕事が多く、必要である上、演奏人口もギターやピアノ、バイオリンなどに比べれば少ないため、大規模な楽器工場での大量生産には向いていない。そのため、巧妙な製造元であっても、職人の名人への技術継承がうまく行かなかったり、 初版の事情で廃業することもある。逆にバンドネオンの製造を新規に始める職人や工房も存在する。制作元については第二次世界大戦前のドイツのアルフレッド・アーノルド社製のバンドネオンにこだわる演奏家が今もかなり多い。同社は1911年にザクセン王国南部のカールスフェルトに設立されたが、 第二次世界大戦後の1948年に収容により消滅した。同社が製作したバンドネオンの評価は今も非常に高く、楽器市場では今も高価なビンテージモデルとして流通している。アルフレッド・アーノルド社製のバンドネオンは AA の商標からはドブレアーとも呼ばれている。ちなみに戦後の東ドイツのクリンゲンタールで作られた AA ブランドのバンドネオンや アルフレッドのおいでイニシャルは、同じく、AA、A、になるアルノ・アーノルドが戦後に製造したバンドネオンは、アルフレッド・アーノルドのバンドネオンとは全く別物なので、要注意である。下記の写真を参照のこと。1861年に、同じくアルスフェルトで設立されたエラ社、すなわちエルンストルイス・アルノルド社のバンドネオンも、演奏に用いられる。エラブランドとして知られている。ちなみに、 エルンストルイス・アルノルトの妻は、ドイツ式コンサーティーナの発明者、カールフリードリヒ・ウーリヒの娘であり、この夫婦の間に生まれた三男が、アルフレッド・アーノルドである。同じく、ザクセンのクリンゲンタールに所在する、マイネルヘロルト社製造のバンドネオンを、レオポルド・フェデリコは愛用している。3バイトブランドで知られている。クリンゲンタールにはいくつかのバンドネオンメーカー、 博物館がある。アコーディオンメーカーで知られるホーナー社もバンドネオンを製造していた。また、ベルリンのプレミア社も新品のバンドネオンを製造している。その他、製造元が10社ぐらいある。バンドネオンについては、新しい楽器よりも古くても調律、メンテナンスがしっかりしたものが演奏家から選ばれる傾向にある。ただし、ライブ中の故障、単語演奏家、 徴収の高齢化という問題が大きく、近年は AA レプリカといった機種を再生産する方向へ変わっている。今も中古品市場で製品がよく出回っているメーカー。現在、新品のバンドネオンを製作あるいは販売している主な業者は以下の通り、戦前の AA のクオリティに近い再現品を新品として製作する業者もいる。 ドイツ、ベルギー、スペイン、イタリア、アルゼンチン、ブラジル、単語。楽団の代表が、バンドネオン奏者とは限らない。人名の愛上を順に配列。ありがとうございます。